僕たちサーキットキャンプです。
ケットキャバレーズもですね、今日のイベントを記念いたしまして、昔のグッズなどいろいろ復刻して今日持ってきてますんでね、できればそっちの方も連れて帰っていただきたいなと。じゃあちょっと、まあごめんね、話中、全然今全然ぶつかり稽古みたいにぶつかってきたけど、全然気にしてないよ。あと、あとさ急にちょっとサプライズをやってみようかと思うんだけど、俺に相談していいものなのそれって、びっくりしてくれる、うん、じゃあちょっとやってみるわ。あ、そう、自分でやらないといけない。ありがとうね。でもなんかちょっと、ハッピーバースデーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。あ、来た。おい、じゃあいいですか、ここは最後は、みんなの、黄色い声でアキラーでお願いします。せーの、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。そこまで込みで尊敬ないです。やめてよ。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこう行くのかと思って。あのね、ついさっきまでは行くって話をしてたんですけど、ただケーキを買ってきてくれた人に悪いなって言って、ね、ドライブハウスで怒られる。ケーキを焼いた人にも悪い、イチゴを育てた人にも悪い、乳牛に悪い、乳牛に悪い、ね、ありがとうございます。いいよ、早くドラムセットに着きよ。おめでとう。なんだよ、お前は。危ない結局顔で行くことになる。こことか、ね、よかったわ、ここ喜んでくれた。いやもうだってもうさ、なんだよ。まあでもね、こういうのを昨日スタジオで練習したよね。泣くの、タバスコ仕込んどいね、ここにでね、フォローグーラッシュ。
になります。ドゥドゥドゥ、ワン、ツー、スリー、フォっていう画期的なパターンでいきたいと思いますけど大丈夫ですか？アンコール、アンコール、アンコール、アンコール。ありがとう、聞こえたぜ。いいね。体と時間に優しい。ありがとうございます。感謝してます。本当に最後までありがとうございました。最後もね、ぶっちぎっていこうかなと思います。アンコールありがとうございました。準備はいいかな？みんなの週末を砂浜に、僕たちサーキットキャバレーズです。実はロー君のお母さんが来てますね。いやなかなか来づらいものがあるじゃない。お母さんどういう顔してくるんだよ。すごい突然思いついたからそれ、ね、どうぞどうぞどうぞ。かわいいね。レパートリーで GS をたっぷりとやってしまいました。そしてこのアンコールでもなんとまた GS をやろうとしております。なんとバチ当たりだ。そして最後はですね、 GS と大番長キズ様と一緒に歌ってみたらどうかなと思っておりました。素敵でしょ、ね、本当ね、本当に苦労ばっかりかけてますけど、それではですね、皆さん態度で示していただきたいと思います。僕らと一緒に、まあ、皆さんの方が慣れてますね。キッズホールで皆さんこのステージにキッズ様を呼んでください。